Welcome to 京都 Welcome to 夢や八幡 TV。 本日も歴史について語ってまいります。本日は高瀬川の一の船入りですね、二条木屋町上がるのとこなんですけれども、幕末の志士たちが割歩したところですよね。佐久間象山とか、大村益次郎が暗殺された場所なんかも散策してまいりましたが、本日は高瀬川と高瀬川を作りました角の倉領域について語っていきたいと思います。1611年からですね、1920年約300年流通した京都で有名な運河であるということです。京都の中心部からですね、伏見、この辺ですね、酒蔵から宇治川まで出て、で家康が築いた、伏見城なんかにも水路がつながっておりますので、そういう運河を作ったものであるということです。なぜ有名かというのは、高瀬舟という小説で森鴎外が書いたことで、日本ではよく知られているということですね。元は1610年慶長15年に宝光寺の大仏ですね、京の大仏を再興、もう一度復興させるために、角の倉領域と蘇安の親子ですねが鴨川で、資材を運んだことに端を発しましてですね、便が悪いということで1614年慶長19年に運河として鴨川と沿ったところをですね、開拓掘削して作ったということ、それでですね、その明治に入ってですね、田辺作郎という方が琵琶湖疎水を作られます。それで、物資の運搬が激減して1920年大正10年に、そういうものの運搬のはしないということで、その後整理史跡ですねとして今に至っているということです。桜の季節になったら非常に綺麗ですし、夜桜なんかはライトアップとかしてますんでね、非常に綺麗ですんで、またその頃には散策動画を撮ろうと思っております。で、角の倉領域というのはどういう家系なのかと言いましたら、宇田源氏の近江佐々木源氏ですねの傍系から発生したそうです。で、近江の犬上郡ですね、甲賀の向こうの方は思いますけれども、その吉田というところから出たので吉田姓を名乗っていたんですけれども、室町期に医師として、京に上洛してですね、で土葬業質屋ですわね、質屋業と医師の医者と2つなりわいとしていたということで、その頃それでですね、この角の倉領域になりましてですね、新鮮貿易を手がけて、安南国、これベトナムですとの貿易で財を成したということです。京都の清水湯焼なんかで高知っていう焼き物がありますけれども、それはベトナムの南側ですね、に貿易してたものだそうです。私も一つちょっと、昔に買って持っておりますけれども、貿易をする一つであったということですね。京都の良いものを持って行って、その物々交換で持って帰ってきたということでしょう。それで代を成してたということで、京都の三大長者いうのは住の倉家と茶屋四郎次郎と後藤正次郎ですかね。この三家が長者ということらしいんですけれども、で家康の時代になりまして、茶屋四郎次郎とか後藤正次郎はもう家康に抱きついてですね、代を成したんですけれども、住の倉家というのはその前から財を持っていたということで、家康からこれ富士川とか天竜川とかの開削をせよということで申し出があって、それをしてますわね。まあ高瀬川なんかも私費を費やしてやったらしいですけれども、それにおいて使用料でお金取れますからね、それで儲けたようです。非常に詳細に長けた方であったということですね。また大阪の冬の陣、夏の陣ありますね。冬の陣で、堀埋めますわね。そういうことなんかも手助けしたということらしいです。それでですね、こういう治水工事といいますか、運河を作ったり、そうするのはいくら財があっても技術がなかったらできませんわね。それでどうだろうと思いましたところですね、これは御州が関わっていると思われます。御州というのは今では近江の比叡山から下ってきたところの坂本ですね。明智光秀が築いた城があるところらへんに御州というのがいたと。で城を築いたりということで、その近江ですからね、近江の佐々木源氏の流れということで、住の倉領域の裏にはこういう集団がついていたと思われます。それであんまり出てきませんけれども、元は御州ってどこにおったんだと言ったら、阿波です。徳島の吉野川ですね。この治水工事をやった連中であってですね、もともとこの州の力がなかったら古墳もできません。もともとの古墳いうのは泡です。ですからイスラエルから来た、黒潮に乗って海のルートで来た連中が、淡路から泡に入ってですね、それで、本州の方へ、流れていくということです。で淡路と同じ形っていうか、ほとんど表裏になっているのが琵琶湖ですからね、そこに行ったということですね。前も申しましたけども、京都はエルシャレムで平安京ですからね。で平安京の上に琵琶湖があるということで、イスラエルのエルサレムの上にはガリラヤ湖がありますわね。これはハープという意味らしいです。だから同じようにして対応させているということで、住の倉領域自身がそういうヤタガラス的なもんであったんじゃないかと思います。家康を明智光秀の謀反で家康を伊賀から逃したのが茶屋四郎次郎だったんじゃないかと言われておりますけれども、全部この辺のルートつながってると思います。隅の倉領域の情報なんかもつながってると思いますんで、そういうことを見ていきたいと思います。要するにあの州石組みをするというのはフリーメイソンですからね、今のフリーメイソンと言われているのは、あれはアフェト・メイソンと言いまして、白人のメイソンです。白人の石工です。で、セム・メイソンのトップというのは天皇陛下であるということです。黄色人種ですね。黄色人種は真ん中ですから。で、ハム・メイソンというのは昔のエジプトやなんか見たまあ黒人種ですわね、のトップもおるということで、またそういうことが出てくると思います。今日は歴史としてはこういうことで、世界史との関わりも見ていかなければいけないと思います。世の中は殺伐としてきまして、全然ニュースなんかで言いませんけれども、イスラエルとイランが非常に、一触触発のようです。全部聖書に書いてますんでね、歴史を紐解いて、バイブルなんかも聖書なんかもちょっと流れを見ながら、この日本の歴史も考えたら意味があるんじゃないかと思っております。本日はここまでにさせていただきます。明日はちょっと雨みたいなんで、ちょっと考えてまた発信させていただきます。本日はどうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。